今回、最新版の地図データをディスカバープロにインストールするための手順を動画に残します。まず最初に地図データのダウンロードから始まりますが、これはブロックスワーゲンのサイトから、この上のリンク先です。アフターサービスのところから地図データをクリックしてください。古いディスカバープロの場合は無償期間は約3年ぐらいですので、このリンク先の最初にですね、ご自身が最初に購入された時の地図のバージョン、最終的にどのバージョンまでいけるかというものが分かります。これを選ぶと約2年半、無償更新期間があるというふうに読み取れます。ダウンロードの方式は一つのファイルになったこの一括ダウンロードか、分割されたファイル、今回は12個のファイル、これを一つ一つ落として後で固める方法があります。私はいつもこの一括ダウンロードをしています。もうすでに、やってるんですけど、初めての方はこちらをクリックしてください。このようにこのように拡張子が 7z という圧縮ファイル形式になっています。この 7z 形式は私にも不慣れな、あまり、親しみがない、圧縮形式なんですけども、これを解凍する場合は、Windows に関してはサイトの方に載ってるんですけども、私は今 iMac マキントッシュを使っているので、マキントッシュでも、インストールができるということを紹介するために、今回は、マキントッシュ上でこの拡張ファイルを圧縮、解凍する方法を紹介します。まずこの PSetZip というアプリケーションをインストールする必要がありますが、マーキントッシュには比較的簡単にインストールができるブリューというものがあります。このブリューのインストールの方法からなると少し長くなるので、今回はブリューがすでにインストールされている環境下で、の説明になります。もしブリューについてよくわからないという方がいらっしゃいましたら、コメント欄にお寄せください。その声が多ければこのブルーに関しても後ほど、紹介する動画を上げたいと思います。でこのブルーを、インストールすることができますと、回答としてはこういうふうに、7z スペース x、スペースさっきダウンロードしたファイル名として、クリック、エンターですね、最後エンターをすると、約10分ぐらいかな、まあ、10分以上かけてこのファイルを、解凍していきます。同一ディレクトリに、新しいフォルダができまして、ここですね、もう実はそれも終わってるんですけど、こういうような、ディレクトリの中に多くのファイルが、解凍されていきますがあります。なお今回の、地図のバージョンはこのように2019年から2020年までにかけてのこういったバージョンであることがわかります。解凍圧縮ファイルを解凍すると同じディレクトリにこのようなフォルダができます。でこれを SD カードの方にコピーしていくわけですけれども、コピーするのはこのディレクトリごとで SD カードにコピーするのではなくて、解凍したこの中ですね。ですからこのマップ CMP メタインフォ下にあるこのすべてのファイルを選択して
これを SD カードの方にコピーするようにしてください。これも非常に時間がかかります。 SD カードの、書き取りスピードが、書き込みスピードが速いものがあれば、速くなるかもしれませんけれども、ここでもまあ約15分から30分ぐらいかかるものと思って気長にコピーをしてください。ここでは、今ちょうど、まあ、ダウンロードしたので、そのダウンロードしたデータを使ってナビゲーションの地図のアップデートをするところを紹介します。最初に地図の、例えばナビゲーションでセッティングだったかな、バージョンインフォメーション、バージョンインフォメーションを見るとこのように、2019年こんな風に、GPN の810、このような情報になっています。ここで SD カードのところをクリックします。Discover Pro は SD カードの投入口が左側についていますので、そこにここですね、2箇所 R に付けるSDカードを入れる、まあどちらか好きな方に、間違えた、SDカードを入れます。データポストアップデータというアベイラブルと認識できました。このようにアベイラブルと言ってるので NEXT を押します。今このようにアップデートが行われていますが、結構時間かかるんですよね。マニュアルとかによりますと、まあ、アップデート中に途中でエンジンを切ってもその後はまた再開しますとなるんですけども、前回私はこれで2回目の手作業のアップデートになるんですけども、初めてやった時は、途中でねエンジンを切った場合はもう一度最初からインストールをしな、アップデート作業がやり直すということになってたような気がしています。今日は果たしてどうなってるかっていうのはちょっとまだわからないですけど、現在アップデート 21% なんですけども、ちょっと電源を消さないまま、来たんですけど、ちょっと様子を見るためにもう一度車の中に戻ってきました。アップデート終わったのかな、バージョン情報ですね。 JPN2019 から2020